どうもこんにちは。GTMAX ガジェット V 豊かです。今回紹介するのはこちら。QCY 様から提供していただいた完全ワイヤレスイヤホン、ArcBuds HT07 を紹介します。GTMAX。ノイキャンや風切り音低減機能を搭載したこちらのね、ArcBuds HT07 は Amazon で6250円とお手軽な販売価格をしてるんですよね。さらに7月21日現在では 30% オフのクーポンが提供されているので、4000円台でこちら購入することができます。 QCY の製品はしばらく経った後にゲオが販売してるってことも多いので、どんな感じかっていうのもね、楽しみなんですよね。早速開封してみましょう。それでは開封してみましょう。箱から出すとこんな感じで入ってますね。こちらにイヤホンがあって、でこれがケースですね。ケース取り出すとこういう感じで入ってますね。同梱物がこう箱の中見ても入ってないんですけど、どこにあるのかっていうと、ケースとかイヤホンが入っているパッケージの裏、ここに入ってるんですよ。ここをね、開くとこういう感じで入ってるんですよね。同梱物は、まずイヤホン、ケース、イヤーピースがこう2種類入ってますね。で、イヤホンに1種類ついてるんで、合計3種類になります。こちら USB ケーブル、タイプ A とタイプ C になりますね。こちらが取扱説明書になります。取扱説明書は英語と中国語しかないので、こちら注意してください。ケースとイヤホン見てみましょう。まずは、ケースこういう感じになりますね。4000円台で買えるってことを考えると、すごくしっかり作ってあるなと思いますね。で、イヤホンは、こんな感じ。よくある空豆型です。イヤホンをケースに入れるとこんな感じですね。コンパクトにまとまってますよね。それではスペックです。10ミリのダイナミックドライバー搭載のカナル型の完全ワイヤレスイヤホンです。Bluetooth のバージョンは 5.2、太陽光デックは SBC-AAC、マルチポイント接続対応、充電端子は USB Type C、連続再生時間はイヤホンのみで8時間、ケース併用で32時間です。防水性能は IPX5、音声アシスタント対応、片耳モードあり、アクティブノイズキャンセル搭載、最大 45dB までノイズを軽減させます。アプリと連動させることで、4種類の使用環境の設定と3段階のノイズキャンセルの強さの調整が可能です。外音取り組みモード搭載、アプリと連動させることで6段階の外部の音量の調整が可能です。またボーカルを強調させる機能もあります。音の遅延を下げるゲーミングモード搭載、専用アプリあり、専用アプリ QCY ではモードの切り替え、調整、 EQ の設定、タッチセンサーの調整などいろいろなことができます。タッチセンサー搭載、こちらはアプリで変えることもできますが、初期設定はこちらになります。マイク搭載、風ノイズ低減設計&計6機のマイクを搭載、また ENC ノイズリダクションを搭載し、周囲の雑音や風の音を除去し、音声をよりクリアにします。肝心のマイクの音声はこちら。どうもこちら、 GTBUX ガジェット V 豊です。今回は QCY ArcBuds HT07 のマイクを使って話しています。音はどうでしょうか。チェックチェック、マイクのテスト中。それでは QCY ArcBuds HT07 を使って音楽を聴いてみましょう。初回ペアリングの方法ですが、こちらは一般的なやり方と一緒です。装着するとこんな感じになります。すごく収まりのいい感じですね。イヤホンが耳にどこかに当たるとかそういうのないんで、安定感あっていいですね。早速音楽を聴いてみましょう。 QCY の ArcBuds HT07 の音の感想です。ArcBuds HT07 はノイキャンオンやノイキャンオフ、もしくは外音取り込みモードでモードを切り替えると音が変わるので、各モードのね、音の感想を言っていくような形になります。まずはね、ノイズキャンセルモードからですね。ボーカルを中心にした音作りがしていて、すごく歌が聞きやすいですね。声の帯域とか、あとギターの帯域とかで変な癖が少ないので、ここはね、効果持てていいですね。低音域はね、ちょうどいいぐらいのバランスですね。出すぎたりもしてないし、引っ込みすぎたりもしてないみたいな感じなんで、理想的な低音だと思いましたね。反面、高音域はちょっとマイルドすぎるんで、もう少しクリアでも良かったかなというふうに思いました。ただマイルドなんで、長時間イヤホンをつけて作業したりとか、音楽を聴いたりする場合は、ArcBuds HT07 は最適かもしれないですね。耳の疲れがだいぶ軽減されると思います。すごいいいなと思ったのが、音の輪郭がはっきりしてるところが、これはいいなと思いましたね。4000円台でこれってめったにないんで、輪郭がはっきりしてるものが欲しい人は HT07 ね、買ってみるといいと思いますね。楽器の位置、定位っていうんですけど、これもね、しっかりしてます。反面、音場っていうんですか、その音の広がりがちょっと狭いかなというふうには思いましたね。で、次に、ノイキャンオフにした状態の話なんですけど、これがね、一気にね、
低音と中低音域あたりが引っ込んだ感じになって、全体の音が薄くなるような感じになっちゃうんですよね。反面声がねより通るようになってくるんで、音楽を聴くっていうよりかはこういった動画を見るときとかに使うといいんじゃないかなというふうに思いました。外音取り込みモードの音ですが、これもノイキャンオンよりかは全然低音が少ないんですけど、ノイキャンオフの時よりかは低音はあるので、割とねスッキリした感じな音になりますね。ノイキャンオンにして低音ちょっと強めで苦手だなと思った場合は、ノイキャンオフにして聞くとちょうどいいかもしれないですね。個人的に一番いいなと思ったのはやっぱりノイキャンオンにした時で、もうバランスとか音の張りなんかも出てるんで、僕はノイキャンオンの方が好きですね。ただ少し強めのサウンドなんで、音をおとなしくしたいっていう方がいる場合はアプリの EQ のプリセットでソフトっていうのがあるので、これ使うとね結構優しい感じになるんですよね。ノイキャン使いたいんだけど音を優しくしたいって場合はプリセットのソフトっていうのを使ってください。音の面で気になる点といえば、最初フェードインで音が入ってくるんですよね。一回再生しちゃうとずっとねそのままいけるんですけど、少しほっといてまた再生するとやっぱフェードイン気味で入ってくるんで、この点ちょっと微妙だなと思いましたね。アプリ確認してフェードインをしないようにする機能ってあるのかなと思ったんですけど、これなかったんで、もしかしたら仕様なのかもしれないですね。もしくは僕が持ってるイヤホンだけの現象かもしれないんで、もうこれなかったらなかったで、あ、個体差なんだなっていうふうに思ってください。次にノイキャンと外音取り込みモードの感想になります。ノイキャンは高い音と低い音に効果があるなと思いました。このチャンネルの動画を一番効果が強そうな騒がしいっていうね使用環境を選んで、3段階ある効果のうちマックスにして動画見てみたんですけど、これ面白かったんですよね。騒がしいをマックスにすると BGM の音量だけ下がるんですよ。で、人の声は、まあ、若干フィルターはかかるんですけど、目立つような感じで出てくるんで、これかなり独特なかかり方するノイズキャンセリングだなと思いましたね。興味深いかかり方してましたね。ノイキャンのね、注意点としては、ノイキャンの設定を変更すると、変更したらパッて変わるんじゃなくて、若干ニューって感じで、徐々に変わっていくみたいな感じの、ノイキャンの切り替わりの仕方するんで、まあ大体3秒ぐらいでね、切り替わってるんで、焦らずお待ちください。外音取り込みモードの音ですが、人の声の音の癖がちょっと強いかなと思いましたね。極端にミッド寄りみたいな感じの音してるような感じしたんで、まあ不思議だなと思って聞いてましたけどね。ただ、音がこもってるってわけじゃないんですよ。聞こえづらいっていうかそういうのはないんで、使うときは問題ないと思います。まあ普段やらないんですけど、比較動画も作ってほしいということなんで、ちょっといろいろ考えて今回やってみます。まずこのね QCY アークバッツ HD07 というのが4000円台で買えるっていうのでかなりコスパが高いイヤホンなんですよね。それと3万円のイヤホンとか比べてもあんまり意味ないと思うんで、似たようなコンセプトでやっぱ価格帯も似たような感じのイヤホンを探してたら、今手元にあるやつだとまあちょうどいいんじゃないかなと思ったらこのサウンドピースのね T3 っていうモデルなんですよね。これと比較してこっちが良かったら相当なんじゃないかなと思うんで、ね、ちょっと聞いてみますね。QCY のアークバッツ HD07 とサウンドピースの、ね、T3 に聞いてみました。音の感想で言うとスムースな感じで、こっちパワフルな感じなんですよね。その違いって何かなっていう風に聞きながら考えてたんですけど、 T3 っていうのは音全体で良くしてるみたいな感じで、一個一個の楽器の輪郭とか定位っていうのが少し弱いんですよね。その反面こちらの QCY アークバッツ HD07 は一個一個の楽器の輪郭とか定位とかっていうのがはっきりしてるんで、ちゃんと分離して聞こえるんですよね。そこの細かい部分、一つの音に対する細かい部分の分離感みたいなやつが全体像のパワフルさにつながってんじゃないかなと思うんですよね。4000円台でこれやってるってすごくて、かなり古いイヤホンですけど、ゼンハイザーの CX400BT っていうイヤホンは多分はるかに高い、多分1万5000とかそんぐらいするようなイヤホンだったと思うんですけど、このイヤホンの問題点としては楽器の量が増えると一個一個の楽器の音のね輪郭がぼやけるっていう癖があったんで、それがね聞いててちょっとあれだなと思ってたんですけど、 QCY アークバッツ HD07 はそれがないんで、いや本当にすげえなと思って聞いてましたね。ノイキャンのかかり具合なんですけど、こっちのねアークバッツ HD07 の方がもう全然効果あるんで、ノイキャンをね興味ある人は絶対こっち買った方がいいですね。アプリのね解説になります。最初の画面はこちらです。現在使ってるイヤホンとバッテリーの残量が表示されますね。今ステータスって画面になってるんですけど、これを音声に変えてみましょう。そうするとこういったモードの切り替えなどができますね。まず上から見てみましょう。カスタムサウンド EQ ですね。ノイキャンモードの時はまあデフォルトでもいいんですけど、ちょっとうるさいなと思ったらソフトで
いいかもしれないですね。逆に他のノイキャンオフとか外音取り込みモードの時はこのロックっていうのを選ぶと弱くなってる部分の補強にはなってるんでいいかなと思ってます。その下、これはモードの切り替えになります。ノイキャンモード、外音取り込みモード、ノーマルモードですね。まずノイキャン、まずは使用環境の設定をします。室内、通勤、騒がしい、風切り音カットですね。風切り音カットはこれだけなんですけど、室内、通勤、騒がしいはこういう感じでね、3段階でノイキャンの強さを設定することができますね。だいたい騒がしいにしてマックスにしとけばいいと思うんですけどね。外音取り込みモード、こちらは6段階で外の音の音量をどれぐらい取り込むかっていうのを調整することができます。ボーカル強調って言って、なんとなく強調されてるかなみたいな感じのレベルでしたね。これが普通のノーマルモードで特に設定することはないです。その下にオーディオバランスという設定があって、音を右に振るか左に振るかとかそういう感じなんで、ほとんど使わないと思いますけど、バランスが気になるなと思ったら触ってみるといいとは思いますね。今度は音声から設定の画面に切り替えましょう。まずはタッチセンサーの設定ができますね。まあ、今、一回押すは無効になってるんですけど、これをね、曲戻しとかにすると、こういう感じで設定ができるようになりますね。これはね、各自できるんで、便利なんでやってみてはいかがでしょうか。ヘッドセットを探すっていうのは落とし物機能ですね。電源オフタイマー。電源がオフになるように設定するようなやつです。ゲーミングモード、オンオフ、スリープモード。これはですね、タッチ操作を無効にする機能なんで、これって欲しがってる人意外といるんじゃないかなと思いますね。あと髪の長い人とかだとね、勝手にタッチセンサーがね、反応するとかってあるんで、ちょうどいいと思いますね。あとはファームウェアのアップグレード。その他の設定っていうのはまあ、こういう感じですね。以上でアプリの説明は終わります。今回はこちら。QCY ArcBuds HT07 を紹介しました。ノイキャンモードの音は比較的ね、素直で癖が少なくて、かつノイズキャンセリングかなり面白いかかり方するんで、ある意味独特なイヤホンだなとも思いましたね。ノイキャンの効果もかなり高めなので、機能面とか音質面を考えると、これで4000円っていうのはかなりコスパ高いんじゃないかなと思ったんで、こちらの QCY ArcBuds HT07 おすすめです。以上です。今回の動画が参考になったら幸いです。今回の動画が良いと感じたらグッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。